今日も一緒に楽しみましょうね。実は今日はみんなも知ってるあの人がスペシャルゲストで来てくれてるんだよ。なんとその人は、その人はじゃじゃーん、ななみんチャンネルのななみんさんです。あ、アイリちゃん、それは私のセリフだよ。あんたはためすぎなのよ。というわけで、ももちゃんチャンネルを見てるみんな、こんにちは、ななみんだよ。知ってる人も多いと思うけど、この間私たちななみんさんのチャンネルにお邪魔させてもらったんだ。で、その時に次の配信は私たちの方にぜひななみんさんをご招待したいなって話してたわけ。ななみんさん、この間はありがとう。遊びに来てくれて本当に嬉しいわ。こちらこそ、呼んでくれてありがとう。今日はみんなといっぱいおしゃべりするぞ。するぞ。それじゃあ、ななみんさんと一緒にお届けする今日の企画、行ってみましょうか。はい、それじゃ始めます。まずは、ななみんとももちゃんのパクパク好きな駄菓子語っちゃおうのコーナーだよ。イエーイ。はぁ、美味しかった。ななみんさんのおすすめしてくれたもち豆くん、とっても懐かしかったな。実は私、もち豆くんのヘビーユーザーなんだよね。いつか CM とか出てみたいんだ。ああ、あの大豆のかぶり物してる CM ね、昔よく見た気がするわ。それにしてもいろんな駄菓子があったね。こんなに駄菓子を食べたの久しぶりだな。そうね、小学校の遠足を思い出したわ。そうだね。あ、小学校って言えば、前にみんな小学校でリアルイベントの配信してたよね。うん、卒業式のイベントのことだよね。配信見ててくれたんだ。うん、もう最高だったよ。見た後友達と、あのバラエティアイドル仮面が復活したって、すっごく盛り上がっちゃった。当然、桃井愛理もハッピーエブリデイも最強のアイドルだもの。うんうん、愛理ちゃんのソロライブ感動してちょっと泣いちゃったよ。とっても感動したわよね。あのハッピー反復横跳びも久しぶりに見られて。あんたの感動ポイントはそこなの？リアルイベントに来たいって。あら、本当？まあ、みんなありがとう。嬉しいな。うん、そうだね。私もみんなと会えるようなイベントをやりたいな。そうね、応援してくれてるみんなの顔を見たいもの。イベントをやるなら握手会もミニライブもやってみたいわね。握手会、ミニライブ。会場とか日程とかいろいろ考えなくちゃいけないことがあるから今すぐには決められないけど、でも少しずつ進めていこうと思うよ。みんな待っててね。やったー、居合でやるなら私も握手しに行っちゃおうっと。
ナナミンさんはいつでも私たちと握手できるでしょ。あ、そうだった。やっぱりここはみんなに譲ってあげなくちゃか。ありがとう、みんな。そうと決まったら気合い入れて考えていくわよ。ええ、素敵なイベントを作りましょうね。うん、よし、ファンのみんなにいっぱい希望を届けられるようなそんなイベントを作るぞ。みんな、今日も配信お疲れ様。ナナミンさんが盛り上げてくれたおかげで見てるみんなもすごく喜んでくれたわ。今日は本当にありがとう。ううん、こちらこそすっごく楽しかった。また一緒にコラボ配信やろうね。あ、でもイベントのこと考えなきゃだよね。しばらくは忙しいかな。ええ、みんなも期待してくれてることだし、ちゃんと考えないといけないわね。そうだね。イベントをやるからには会場とかスタッフさんとか少しずつ決めていかないと。見てくれてる人の数も考えると大きめの会場がいいんだけど、そうするといろいろ手配が必要だから。結構大変そうだね。ねえねえ、みんな、もしよければなんだけど、私も少し手伝おうか。え？ちゃんとした会場借りたりスタッフさん集めたりすると結構お金かかるでしょ。そのあたり融通してくれそうなところがないか私の事務所に聞いてみるよ。それはすごく助かるけど、いいの？もちろん、私もももちゃんの力になりたいもん。ありがとう。そこが結構ネックになりそうだと思ってたからすごく嬉しいわ。うん、とっても助かるよ。早川さんさえよければお願いしてもいいかな。オッケー。じゃあマネージャーとのミーティングの時にそれとなく聞いてみるね。ありがとうございます、ナナミンさん。会場やスタッフさんが決まったらついに私たちのイベントができるんだよね。ファンのみんなとゲームしたり握手しておしゃべりしたり、これぞアイドルって感じのイベントがついに。わー、そんなの嬉しくって爆発しちゃいそうだよ。って浮かれてちゃダメダメ、会場だってまだ決まってないんだから。まずはイベントをやるために必要なことをちゃんと考えていかなくちゃ。会場やスタッフさんの他に必要なものってなんだろう。私が今まで行ったイベントだと、やっぱりアスランのイベントだよね。握手会もファンミもいっぱい行ったな。どれもすっごく凝ってて、12月のイベントなんて人工雪が降ってきたんだよね。4月は桜のペンライトがいっぱい売ってて、それから、あ、でもあの時のファンミは中止になっちゃったんだよね。強風で野外ステージの鉄骨が倒れそうになっちゃったから安全のためにって。そういうアクシデントが起きたりもするし、イベントを成功させるのって大変なんだろうな。それに小学校の時は周りにたくさん先生たちがいたからサポートしてもらえたけど、今回手伝ってくれる人はいないし。大変だからこそ頑張らなきゃだよね。ファンのみんなに思いっきり喜んでもらえるようなそんなイベントを作るぞ。会場が借りられたらどんなイベントにしていこうかな。握手会はしたいし、ミニライブもしたいから。